スーパーカセットビジョン。スーパーカセットビジョンとは、日本で1984年にエポック社がカセットビジョンの次世代機として発売した家庭用ゲーム機である。次世代機ではあるが、カセットビジョンとの互換性はなく、カセットビジョンのカートリッジや周辺機器は一切使用できない。1981年にエポック社によって日本市場へ投入された。 カセットビジョンは発売以来、順調なセールスを遂げて40万台、資料によっては45万台もの売り上げを記録し、当時の日本の家庭用ゲーム機シェアの7割を獲得する成功を収めた。ところが1983年になると、日本市場では、任天堂のファミリーコンピュータやセガ、後のセガゲームスの SG-1000 など、相次いで他社より次の世代のゲーム機が登場したため、 カセットビジョンと他社機との性能差が大きく開くこととなる。そこでエポック社は新たに NEC がハードウェア開発を担当して共同開発を行った家庭用ゲーム機スーパーカセットビジョンを比で本体価格14,800円で1984年7月17日に発売する。性能はカセットビジョンと比べて圧倒的に向上した。 日本市場では1987年までに30タイトルのソフトが発売され、日本以外では、イエーのよりフランスにて、OEM で15タイトルが発売された。日本では一部の固定ファンに支えられ、ユーザーにはスパカセの愛称で呼ばれた。エポック社での略称は、SCV である。アメリカ市場で、当たりの家庭用ゲーム機あたり2600が登場後、 日本市場でも1970年代後半から1980年代前半に、かけ様々なメーカーがこぞって、各社各用のゲーム機を発売した。しかし、次第に淘汰が進み、本機スーパーアカセットビジョン登場で、残存ハードメーカーは、任天堂、セガエポック社の3社にほぼ絞られ、当時の一部ゲーム雑誌等では、三大ハードメーカーとされる。ただし、 三大ハードメーカーといっても、ハードウェアが当時としてはズバ抜けて、高性能であり、かつサードパーティーの参入があって、ソフトが大量にリリースされていた、ニンテンドー、ファミコンのエアが九十五パーセントに達しており、本機はマイナー機の部類に属する。そのため、ファミコンブーム、テレビゲームブーム化で、ゲーム雑誌が乱立した時期にもかかわらず、本機関連記事が取り上げられる雑誌は、 ビープ、ソフトバンク館とゲームボーイ、マガンボックス館の2種のみだった。なお、ビープ氏には特定店でリサーチした毎月のソフト売り上げランキングが毎号掲載されており、ドラゴンボールドラゴン大秘境は発売後、ほぼ不動の1位を守り続けた。本機はファミコンのブームが認知されつつあった1984年に登場したファミコンよりも1年ほど新しい機種であり、 特にファミコンが品薄の時に順調に売り上げを伸ばしていった。しかし発売から1年以上経過した1985年後半になると業界に大きな動きが訪れる。ファミコンでは500万本以上を売り上げ社会現象を発生させ、決定的なキラーソフトとなったスーパーマリオブザーズが登場して急速にシェアが拡大。さらに本機とともに、 業界二番手を競っていたセガからはファミコンにも匹敵する高性の大きいセガマーク E が登場したため、本機はハードウェア性能でも劣勢に立たされた。エポック社も巻き返し策としてなども言ったが、功を奏したとは言えず、この時点でシェア争いからの脱落は確定的となった。しかし当時すでに任天堂、セガエポック社以外の競合機種はほぼ展開を終了していたこともあり、 その後も本機は業界3番手として1987年を迎える頃まで地道な展開が続けられた。最終的なタイトル数は30本に及び展開期間で平均すれば実に毎月1本のペースで新作ソフトが発売されたことになる。これは単一のメーカーの実績としては少ないものではないが積極的なサードパーティー戦略を取ったニンテンドーや 豊富なアーケード資産を抱えていたセガには及ばなかった。エポック社は1986年末にゲーム市場から一時撤退、以降ソフト交換式の家庭用ハードは開発、発売していない。その後1989年12月15日発売のファミコン野球版でファミリーコンピュータのドパーティーとして参入し、ゲームソフトメーカーとなった。 一方で本機のハードウェアを担当していた NEC グループは1987年に本機と入れ替わる形で NECHE から PC エンジンを発売し家庭用テレビゲーム市場に参入を果たしている。フランスではセガ SC-3000 も販売する等日本のゲーム機を積極的に OEM 販売していたイエノによって OEM 販売された。 独自のソフトは発売されず、日本で発売された一部タイトルが提供された。最後のタイトルは、スタースピーダーで、それより、後のタイトル及び、スーパーマージャン、スーパーベースボール、ルパン三世、ミループリンセスは発売されていない。アストロウォーズ E は、バトルインギャラクシーというタイトルで販売された。と、当時のライバル機を一部では凌駕する性能を持っていた。だが、 などの欠点もあった。上記の通り拡張端子がなかったため、周辺機器も発売されなかった。ベーシック入門というプログラミングソフトが発売されているが、キーボードもプリンタも外部記憶装置も用意されていかった。なお、コマンドや文字の入力は、本体のセレクト12キーやコントローラーを用いて、一覧から選択する形で行い、ソースはカートリージ内に記録できた。 ベーシックや RPG のようにバッテリーバックアップが必要なロムカセットでは炭酸間電池2本を採用しユーザーの手でバッテリーの交換ができるようにされていたその際動作中にカセット内の電池を交換すれば記録内容は消えないと説明されているただし振動による端子の接触不良でご動作する可能性があった写真のように向かって 本体上面左にカセット挿入口がある。中央右には電源スイッチがあり、リセットキーとポーズキーがすぐ近くに配置されており、慣れないと押し間違える可能性もある。その右には、いわゆる点キーに相当するセレクト12キーが並んでおり、数字の0から9および CL、クリア、エ N、エンターの12個がある。このうち、数字キーの並びは、 PC のテンキーと同じ配置である。背面には2系統の出力がある。RF 出力は TV、ゲームの切り替えスイッチのついた専用スイッチボックスを開し、テレビのアンテナ端子に接続される。アナログ RGB 出力は8ピンの人コネクタであり、別売の専用ケーブルを介して、テレビの21ピンマルチコネクタに接続される。本体手前の黒い部分は開閉でき。 コントローラーをケーブルごと収納するスペースがある。色数は固定パレットの16色が扱える。そのうち1色は背景色専用であり、テキストやスプライトに指定した場合は透明色として使われる。プログラム上は256-256ドット程度の画面領域を持っており、テレビ画面にはそのうち208-232ドット程度まで表示される。 ただし当時のブラウン管テレビでは、端まで表示されなかったためみ的に約、約192-222ドット程度であり、一つあたりのドットはファミコンよりもやや大きく、形状も横長の長方形となっている。スプライトには、キャラクター、背景の区別はなく、16-16ドット単色のスプライトを128種まで定義でき、128個まで同時に扱うことができる。 これは2色のスプライトが64個しか表示できないなど実質的に単色スプライトを重ね合わせた多色表に相当する機能ではあるがそれでもキャラクター用スプライトとしては同時期に展開されたファミコンを凌駕する例えば 16x16 16ドットのスプライト表示能力を比べた場合ファミコンでは3色のキャラクターを16個まで表示できるが 本機では4色のキャラクターでも32個まで扱える。また、ファミコンでは3色のキャラクターを横1列に4個まで表示できるが、本機では少なくとも4色のキャラクターで同じことができる。しかもキャラクターあたりの色数を減らせばそれだけ横並びできる数も増えるため、単色スプライトであれば画面の横1列をスプライトで埋め尽くすことも可能なほどである。 ただしファミコンでは標準で3色のスプライトが扱える上多少の制限はあるもののキャラクターとは別パレットで最大13色かつ細かい表現が可能な BG 背景画面があるため背景を含めた多色を前提とする表現能力ではファミコンに分があるまた本機では1616 16ドットのスプライトが基本単位であり88ドットに分割しても扱えるスプライト数が 増えるわけではい。本機では、グラフィックの多くが、スプライトで、表現されている一方で、背景専用の描画機能は乏しい。本機は固定パレットながらも背景に、最大16色のドット描画機能を備えてはいるが、ベレムが少ないことには、変わりなく、モノクロ日の単色描画モード時でさえ4ドット単位の、モザイク表示すなわち、全機種のカセットビジョン並みの低解像度になる。 カラー16色の背景描画ではさらにドットが荒くなり、例えば空と地面を塗り分けるように、8ドット単位で画面の領域ごとに、別々の背景色を設定することができる程度である。これは、画面解像度にして、わずか26、29ドット程度のモザイク表示に相当する。これらはテキストベレムを流用した機能であるため、背景のドット描画を指定した領域には、テキスト文字を、 直接的な段では表示させることができない。そのため SCV ではテキストのフォントをスプライトに変換して表示する機能も備えている。結果として背景の保管や文字表示にもスプライトが消費される上背景には単色ベタ塗りのグラフィックが多いなど全体的にはファミコンと比べて見劣りする画面性能になっている。ゲームカセットを刺さずに電源を入れると 表示確認用のデモ画面、ビデオゲーテストディスプレイが表示される。内容は1616 16ドット、単色の風船系スプライトが128個ほど、ランダムにわらわと動き回るだけのもの。風船は15色の種類があり、背景色も一定時間おきに16色に変化するカラフルなものとなっている。停止、再開は、ポーズキーのほか、セレクト12キーを押すことでもできる。 音声は、ポーズ時の音のみ。コントローラーは使用しない。パッケージなどでは3区形派、1ノイズの合成音と説明されている。3つの区形派の合成により、音声合成などの複雑な波形にも対応でき、迫真のリアルサウンドと記載されている。しかし、ベーシックニューモンのコディチェ1文を見ても3音を別個に制御できる構造ではなく、 実質的に合成済みの一音として制御しており、発売されたソフトでも効果音が鳴ると BGM が一時中断するものが勝った。効果音のみで BGM のないゲームも多いが、その場合でもタイトル画面やデモ画面でテーマ曲が演奏される場合があり、演奏中はデモ画面の効果音を鳴らさないものが多い。無論プログラムの工夫で単純なサウンドを疑似的に2音同時発生する。 ゲームもないわけではないが、片方のみが鳴る場面に比べて音質は低下した。向かって、左側のオレンジ色のシールが貼られたコントローラが1、P 側、同じく右側、ブルーが 2P 側であるが、特に区別していないソフトもある。スーパーカセットビジョンのコントローラはその後のゲーム機とは、形状が異なっており、写真のような縦長の箱状である。側面の髪型。 右上と左上に計2個のボタンがあり、中央に短めの8方向レバーがついている。説明書にコントローラの構え方は書いていないが、例を挙げれば、片手でコントローラ全体を握りながら、親指と人差し指で側面のボタンを押し、もう片方の手でレバーをつまんで動かす、というような操作形態になる。この形状のコントローラは、ファミコン登場前では、 一般的だった。1977年に、米国で発売され、大成功を収めた当たり当たり2600。日本では1983年に、当たり2800として、発売以降、当たりの影響を受け多くのゲーム機が、同様の形状で、日本市場では、セガ SG-1000、バンダイアルカディアでも採用され、レバーでなく、パッド上の方向キーではあるがピューフトジュニアや、 インテレビジョなども同様の縦長コントローラーだった。しかし、全機種のカセットビジョン及びカセットビジョンジュニアは、コントローラーが外付けではなく、本体一体型であり、2プレイヤー対応のために、本体サイズがある程度の大きさ以下にはできず、小型化に限界があった。そこで本機では、当時主流だった形状の縦型ジョイスティックコントローラーを採用した。しかし、 1983年を発売されたファミコンの独自形状のコントローラがファミコンの世界的大ヒットとともに主流のコントローラ形状となってしまい逆に1985年以降日本市場で縦長形状のコントローラを標準採用した唯一のゲーム機となったこの種の縦長コントローラは右利きと左利きで不公平がない反面 片手で構えるため傾きやすくなれないと意図せずにレバーが斜め方向に入力されるなど使いにくい面もあった。しかし、旧来の機種の縦長コントローラーと比較すれば、後発のスーパーカセットビジョンでは手に馴染みやすく扱いやすいよう工夫されていた。耐久性もあり、ゲームによっては連射の代わりにレバーを激しく左右に入れる、もしくは回転させるといった力任せの操作方法が、 ゲーム中で普通に使われていた。発売予定のアナウンスのみで最終的に商品化の確認されなかったもの楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。